どうしたんですか。こすりました。どうもすりました。ああ、これあかんわ。ちぎれてもてる。あ、ちぎれてもてるやん。でも、外からパズリーにわからんかった。ちょっとここが出てきた。ああ、ほんまですね。もうちょっとこう、面白いネタやったらよかったんですけど。大丈夫ですね。大丈夫。はい。大きいです。ね。暑い。前にやったから。そう。朝霞が2階にある。うん、はいはいはい。ゆっくりたら、ガリッ。ガリッ。これどこ行ってもガリッていくな。さあと、手ね振り寄って、ぐるして出るときもガリッ。もう外したな、ここ。外したらダサいでしょ。うん、ダサいでしょ。これ、あれちゃうの。これが出てるじゃん。これが中に入ってんちゃうの。多分、すら合ってない。それ引っ張ったらええんちゃう。これは多分合ってますよ。こっちの、こっちでしょ。いや、でもこっちちゃんと止まってるんです。あ、止まってるんですか。こっちが引かれてる。あ、このとこ繋がってたん。あ、こことここが繋がってたんや、うん、下が。へぇ、こういう時はあれですよ、結束バンドですね。結束しようです。あ、やっぱりちょっと不細工ですね。不細工、不細工ですね。そうやんと、こうならんと、うん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 、不細工。大丈夫、誰もわからん。この動画が世に出るまで。これなんかこんなに隙間空いてるんやったら雨で濡れるやん。靴、靴入れない。あ、入れないんですか。入れない。あ、これ荒れちゃうの。ここ靴よ、落とすやつがおるから、はい、もう雨に濡れるようにしたら、落とすやつおかへんや、おらへんから。おかへんなんだ、なるほど。なんか、面白いネタないですか。かけるって言ったら。誰俺もなんか、興味はあるけど。かけるって言ったら。かけるって言ったら。ちょっと、横から持ってよですか。かけるって言ったら。ちょっと、お邪魔します。もうこれな、つけとったらここに誰か乗ってるみたいで嫌やねん、これ。コンソールがね、はいはいはい、もう食料庫になってますね。ああ、もう早速皿が持ってきたね、皿が。ああ、なるほどなるほど。もうあれやんな、もう水屋みたいなってことやん。カップヌードルと、お湯沸かすやつもあんの。固定の焼き鳥と缶詰と、もうあれやん、泊まっても大丈夫やん。そうです。で、たけるくんは。たけるくんはここにあって、たけるくんはある。これ測るやつ。しゃもじと醤油もある。醤油はある。海苔ある。海苔ある。ふりかけある。なんかどっかで見たことある。これな。水もある。水もある。やかんもある。やかんもある。もう何でも。これやかんは何、コンセントで。いや、しがられた。ガス、あ、ガスで。ああ、なるほどなるほど。もう住めますやん。ここに鍋もあるの。あ、ここに鍋もある。もう完璧やな。ここにも缶詰がある。缶詰だらけ。何、それ切り詰めなあかん状況なんですか今。そうそう。ハイエースのハイエースはどうって。そうや、コメントでなんかハイエースのなんかコメント来てましたよ。あ、ほんま。僕意味わからんからちょっとまだ返してないんですよ。あ、そうなん。ちゃんとあの責任持って返しとってください。あ、そうなんですか。多分ハイエースのなんか専門用語的な感じでちょっとわからないですよ。はい、なんとかついてないんですかって来とったから。はいはい。はあ、ですね。あ、運びやね T シャツ。運びやね。ですね。ポロシャツもあります、ね。何だ、あ、ポロシャツもあるや。なるほど。そうですか。相変わらずですね。やっぱりロールフの方がいいんちゃいます？え、落ち着かへんやろ、ハイルフ。いやー、もうこれ、もうこれ入らへん。あ、入らへん。これ、こっち何が入ってんの？そっちは、何入れてたかな。薬と、こっちは薬箱と、あとガラコも入ってるわ。はい、ですね。まあ、羨ましくないけどな。羨ましいかいて。熱っ。ああ、もうこれスライドバンクにゃみゃなんて思ってる。でもダッシュボードの形になってんで、これうまいこと、うまいことほらな。そうなんです。これちょっとぐにゃってなってるけど、こ横から見たらこんなんやけど、置いたらぴったり、ぴったりダッシュボードにぴったり。これ考えて、考えて考えて。天才やな、相変わらず。そうですか。さあ
じゃあ次までちょっと待機ですね。はい。何くれるんですか。おやつ券あげましょうか。おやつ券いいな。それなかなかたまらん。勝負バイパス専用ですから、ね、知ってる。あそこ洗車無料でしょ。洗車機無料。勝負バイパスおやつもらえるっす。あの白岡勝負降りたところ。そう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 。ですね。さあ、じゃあ寝ます。いや寝ないんですか。もう呼びに来てもらえるんですか。もう今出してるとこなんで。相変わらず布団ふかふかやなこれ。ふかふかでしょ。ふかふかなんも置いてるな。カインズホーム。カインズホーム好きやな。これもカインズホームだね。あ、これなん、これ何なんですか。テーブルです。あー、え、まさかここで食べるときテーブル置くんですか。これを、うん、やってやってやって組み立て中。パパか、パパ組み立て中。あ、これがね、うん、ぴったりやん。ちょうどいいやん。これまるでプロフィア用やん。でしょ。天才やんこれ。天才。これ何倍買ったんですか。これ1500円ぐらい。まあまあ値段すんね。ぴったりなんです。ぴったり、ちょうどいいですね。ご飯作るのに。ご飯作るのに。はいはいはい。これどこで買ったんですか。これはこれもカインズホーム。カインズホーム。うわ、もうたけるくんで朝晩、晩だけ。晩だ、いやでも朝は食べへんから。でもなんかあれ前たけるくんやっとた子は。晩にご飯食べたやつで残りでおにぎり作っとった。ああ、僕全部食べてしまいました。全部食べ。そうですか。もうハイエースのローンのために。ハイエースのローンのために頑張りますね。これがちょうどぴったりなんで。それしっくりきてますよ。ちょっとずっと置いとったらいい。ガタガタうるさいんですよ。ああ、わかる。あ、昔 MD がカタカタなっとったように。そうそうそう、ガタガタガタ。そうですか。いろいろあって大丈夫ですね。もう遭難しても大丈夫。遭難はせえへんけど、山登らんけど。海苔なんか美味しそうやん。うまいですね。ね、そうですか。まだあの駒がね、え、ど、何やったっけ、どこの水やったっけ。駒門。駒門の水もちゃんと汲んどってください。はい、まあもう、うん、これどこの水ですか。見たことないけど。コストコの。コストコの水。あ、コストコで大量購入。大量購入。大量購入。40本購入します。40本。そうじゃん。これドライバーもあって。ドライバー何使うのこれ。これいろいろ前今はもう無理だったけど、うん、スパグレートの蛍光灯切れたり。ああ、あれやっぱ切れるんですか。切れる。あれ本体潰れる。本体が潰れる。あかんや。そうですか。いや、パパさんまた美味しいご飯作る動画でも作ってください。作ろうかな。はい、動画作ってくださいよ。ほんでいらんかったら僕にちょうだい。タケル君とか僕がアップしますわ逆に。じゃあ終わりましょうか。ちゃんと24V。いいですね。別にプロヒラこれやましくないし。え、そうだったんですか。ここ12V。え、なんで。ミッションで。めっちゃいいじゃないですか。ミッションの方が。ミッション車は12V。このタケル君24V。あ、タケルが24V で。ご飯炊けなかったんですよ。あ、12やったからへんの。1時間以上かかっても炊けなかった。ここ24V のコンセントある。これ火の矢がないんや。僕の普通24V コンセントあるんですよ。これでやっとタケル君が使えるようになったんです。あ、タケル君休んだったんですか。ほんなら休んでます。そうですか。これがほんならどんどん作ってください。キティちゃんのめちゃめちゃ可愛いじゃん。英語さん切手だけ写真めっちゃ可愛いやん。へえ。僕も切手結構集めるの好きなんですよ。これ集めてください。いや、集めたから集めたから集めたから。いや、ね、ああ、ポスターらへん。あ、もうそれ直接送るんですか。一回会社に返すんじゃなくて。もう直接送ってみたし。あ、そう。前も送りましたけどね。そうか。前の時はちょうどよかったです。卸先の斜め前にポスターあったから。あ、ここにある。これもどうかあるんじゃないか。そうですか。いや、パパさん、よう郵便行くよ。そっと入れとって。あかんか、通常に入れてますって。でも郵便ってあるでしょ。なんかバーコードを作って言うてましたよ。あ、そうなんですか。追跡のバーコードがつくんですって。 あ、これ言うとあかんかったっけ。いや、どうなんでしょう。あ、これでもテレビ番組で暴露されたからもう話しますって言うとったから。いい、ね、なんかね、機械に通すんですって。ほんと封筒のどっかにバーコードがピュッてつくんですって。だから追跡されんねんって。あブラックライトみたいな。ブラックライトで照らしたら、そうそうそう、らしいですよ。だから郵便は基本的になくなったら追跡できると言ってました。あ、そうそうそう、そうなんですよ、うん、だから盗んだらダメなんです
違う、あかんでしょ、普通に。なんかハムとか盗んだやつおるらしいでしょハムぐらい買いや。ハムで人生パーク。マジですか。昔でもカーナビとかよう盗まれるっていう事件 ありましたけどね。うちはテールランプが振られましたけどね。あ、テールランプね。ちなみにあのギガは流れるテールでしたよ。そう、あれあのギガ流れるテールでしたね、ウイカ後ろにちょっとついてきたんです。流れてました。ウィービービービーって何、交換せえ交換しろ的な、そのジェスチャーええから僕らはもう使えへんからね。ああ、これはね、大きさが違うからね。はい、ええ、まあ僕も流れへんけど、流れないのもいいです。いや、交換せえから交換せえ。そうですか。熱っ。さあ、今度呼ばれるまで待機しときましょうか。じゃあ終わりましょうか。パン食べます。パンあれですか。僕パン食べるの分かってて言ってるんです。どのパンくれるんですか。ガチでもらいますよ絶対食べへんもうパン買うときは極力ちっちゃいパン、素材パンも食べへん。ほぼほぼ我慢でも食べれるようなパンが好きなんですよ。分かる。おじいちゃん あるやろ、あるやろ、おじいちゃんすいません。はい、じゃあ今日パパさんとグラしましたグラちゃうやろみたいな。終わります。終わらへんみたいなポチッ。